プルヌスアフリカナあるいはプルヌスアフリカーナは、バラカサクラ族の常緑樹の一種である。シノニムに、ピュゲウムアフリカナムがあるが、その属名の音社であるピジウム、パイゲウム、パイジウム,ウム、ピゲウム、ピジウムや、英語名レッドスティンクウッドやアフリカンチェリー、アフリカンプラムの音社レッドスティンクウッド、アフリカンチェリー、アフリカンプラム、また別の英名アフリカンプルーンの音社に類似した。 アフリカプルームとしても知られている。ケニアでの名称から、ムエリとも言う。アフリカの主に山林に生育し、伝統的に木材や薬として用いられ、前立腺肥大症の治療をはじめとする医学的な需要から、ヨーロッパ向けに樹皮の採取が行われるようにもなったが、一方で、保全状況に関する懸念も指摘され、ワシントン条約付属書通に指定され、 また IUCN レッドリストにおいては、気球種とされるなど、将来的に絶滅する恐れがあると見る機関が存在する。アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、カメルーン、ケニア、コンゴ民主共和国、サントメプリンシペ、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、スワジランド、赤道ギニア、タンザニア、ブルンジ、マダガスカル、南アフリカ共和国、南スーダン、モザンビーク、ルワンダ、 レソトに分布する。高度1800から2200メートルの山林に見られ、筒ジ科のアグリスタサリシフォーリアや、餅の木か餅の貴族のアイレックスマイティス、山モ科のマーカー、アルボレアなど10種ほどとともにハンアフリカ的な産地の高木の一つである。草原にも見られる。上記の国々のほかガーナやコモロのグランドコモロ等マラウイにおいても見られるとする文献が存在する。 樹皮は不規則な鱗状で、コルク質。末端の枝では皮目によりまだら模様になる。葉は、単葉で、楕円形、新緑色。表面は、角質で光沢があり、浅いノコギリ葉がある。葉を潰すと、苦変糖の香りがし、傭兵は通常ピンク色から赤茶色である。果樹は、長さ約8センチメートル。花は、非常に小さくて、緑白色、芳香がある。 果実は丸く直径約1センチメートル、暗光色から黒子色で、しばしばに列する。1から2個の種子を含む。同じ桜属のプラムやプルーン、桜んぼと似ているが人間にとっては苦すぎて、食用には向いていない。しかしマウンテンゴリラは好みを好んで食べる。大きく分けて、薬としての用途とそれ以外の用途とが知られている。ピジウムは、 西アフリカや中央アフリカの伝統医学において、マラリアや臨病、精神異常、宿、腹痛、人疾患に対して、また生傷を負うものや食欲増進剤、下剤として用いられてきたが、特に1990年代に、前立腺肥大症の治療薬として、脚光を浴びた。前立腺肥大症の関係する、合併症の薬剤の製造のために、 ケニアを含むアフリカ諸国から本種の樹皮が輸出されている。カメルーン山で採取された樹皮から粉が抽出されてフランスの会社向けに輸出されているが樹皮の採取をめぐっては口実のように懸念要素も存在する。ケニアの菊油人はかつて樹皮を肝臓の疾患に対してまた下剤の作用を止めるために用いており近年ではニエリ県において樹皮や葉の煎じ汁が 食欲増進の目的で、また、前立腺の問題、胃の疾患十種、便秘、マラリアなどに対して処方されているとの報告がある。ウガンダ、エチオピア、ケニア、タンザニアでは焚木、木炭、建材、柱、ウスなどの道具類、蜜蜂の餌、防風林用に植樹するなどの用途で用いられる。ケニア南部の菊油人の場合は、砂糖きび酒用の月ウスをはじめとして、 斧の柄や家具、ワゴンを作るための材木として用いていた。バルナラブルワールドコンサーベーション、モニタリングセンターによると、ヨーロッパ向けの薬市場のための樹皮の採集は、本州の存続に対する脅威となっている。カメルーン酸を含む分布域の一部においては、樹皮が臨場に剥ぎ取られた結果多くの個体が腰し,してしまっている。ただカメルーン山の場合は、 詳細な調査の上で、精力的な食事活動が行われている。IUCN レッドリストにおける本種の評価は、気球種とされているが、ケーブルチークは広大な分布域内のどこかに、山林が存在している限りはとても絶滅の危機に、禁止しているとは言えないと主張し、せいぜい気球種よりも深刻度の低い純絶滅器具の位置づけとするのが妥当であると提案を行っている。 ブルヌス・アフリカナは1995年には最初の持続可能性についての懸念からワシントン条約付属書2に記載されることとなった。本種が IUCN レッドリストにバルナラブルの位置づけで初めて掲載されたのも1995年から2006年までの時期においてのことであった。2007年からヨーロッパ連合により実施された プルヌスアフリカナの輸入禁止措置は長期にわたって継続されていれば未期の状態の回復につながっていたと推定されているが結局市企業やカメルーン政府からの圧力によって2011年にこの禁輸措置は解除され主要産出国のための割り当てが設定されている EU の輸入禁止措置を覆すために カメルーンのエリートやヨーロッパの製薬会社がロビー活動や弁舌を盛んに展開したのであった。2012年時点でワシントン条約はウガンダ、カメルーン、今後民主共和国には輸出を許可する一方でケニア、赤道ギニア、ブルンジ、マダガスカルには割り当てを認めていなかったが、これにより生じたプルヌスアフリカな樹皮の世界的な 不足が樹皮の価格高騰につながり、プルヌスアフリカな樹皮市場におけるカメルーンの世界シェアの割合も増大した。ワシントン条約付属書2の2017年10月4日から有効となっている版においては、種子や花粉、苗木、人工繁殖させた個体の切り花を除く全部くらいの取引に制限が設けられうる状態とされている。本紙を指す、英語名には、 以下のように様々なものが存在する。蒸気の内レッドスティンクウッドは特徴にあるような苦いアーモンドのような刺激臭が名の由来となっている。また、アフリカの現地語名としては以下のようなものが見られる。ウガンダ、エチオピア、ケニア、タンザニア南アフリカ共和国など、ルワンダ、A、レンティスルズ。空気を通す機能を有する。樹皮の項も参照。ビンチでは、 言語名の表示が、とされているが、作品ではこの略語は、グシー語に割り当てられている。作品に、キブラブラという語は見当たらず、代わりに、グシー語として、エケブラブラが見つかる。また、同じ、バラ科のこその木にもと振られたおむくなく名があるが、作品ページには、グシー語として一時異なるおもこなコナが見られる。a ビゲニアのメルゴも、 タンザニアのメルゴもいずれもメルと綴られるバントゥー諸語に属する言語であるが、その下の細かい分類には隔たりが見られる。グラタラグ4.3では、ケニアのメルゴはカンバ語やキクイ語と近く、タンザニアのメルゴはチャガ諸語の解分類とされている。英語、日本語、ありがとうございます。